ですとか韓国とか関係国の人とここで議論をして、そのコメンテーターとかパネリストの方を通じてその国に対する偏見がなくなったとかね、そういう意見を多く寄せられました。ただヒョンギさんだけはね、やりたくないというね。